ちょっとこの鶏胸肉の周りからだんだん色が変わってきて、皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、めちゃくちゃ美味しいチキンカツの作り方を紹介させていただきます。やっぱり鶏胸肉ってコスパもよくボリュームも結構出るんで、ご飯のおかずに抜群です。そして今回はパン粉をつけるときに、もうできるだけ手が汚れないようにね、簡単につけられる方法を紹介しながら、油で揚げるのではなく、フライパンでほんと少ない油でカリッと香ばしく揚げ焼きにして、ジューシーなチキンカツの作り方なので、ぜひ一度やってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。鶏胸肉1枚、小麦粉大さじ3杯、水大さじ2杯、塩コショウ少々、ウスターソース大さじ3杯にケチャップ大さじ1杯、3対1の割合で混ぜ合わせたちょっと甘めのソースにね、仕上げましたんで、これを絡めて食べちゃいます。はい、もちろんチキンカツなんでパン粉用意しといてください。今回ちょっとね、細かめのパン粉にしちゃいます。材料は以上でーす。はい、まずは鶏胸肉、下ごしらえからしていきます。今回皮は使わないので丁寧に取り除いてください。よいしょと。そして表面に残ってるね、余分な油や筋、こちらもきれいに取り除いてください。はい、鶏胸肉の下ごしらえできたら、一口サイズにコロッと切り分けていくんですが、鶏胸肉ね、この頭の分厚い部分と細長い部分で繊維の走り方がね違うので、そこを考えて切ることでね、食べた時にほんとふっくらジューシーで柔らかく食べれるので、詳しい方法は以前紹介してますんで、動画の最後にリンク貼っときますんで、そちらからね確認してみてください。はい、こんな感じで一口サイズに切り分ける。よいしょ。ちょっとね、余分な筋なんかも取りながら切り分けちゃってください。はい、こういう細い部分ね、この繊維と垂直に断ち切るように切るとほんとね柔らかく食べれますんで。はい、こんなもん。こちら切り分けた鶏胸肉、これね、適当な大きさのポリ袋に入れてください。そしたら軽く下味をつけるので、まあ塩コショウね、まあ大体で OK です。よっと。そして小麦粉、はい、お水、はい、これを袋の上から軽くもみもみしてなじましてください。はい、こうしたらね、もう手も汚れずに簡単にねコーティングできるので、パン粉つけるのめちゃくちゃ楽ちんになりますから。はい、優しく全体的になじましてあげる。はい、こんな感じでね、塩コショウ小麦粉などが表面にまとわりつけば OK です。はい、ここまでできたらパン粉つけていきます。はい、こちらパン粉ね、バットなどに広げていただいて、鶏胸肉をポトッと落とす。よいしょ。はい、そしたら上からね、軽くかぶせて優しく押さえる。はい、もうこれで OK。 この表面にコーティングした小麦粉がね、しっかりとパン粉をつけてくれるんで、こんな感じね、これすべてつけちゃってください。今回ね、細かいパン粉を使ってるんですが、ごくごく普通のパン粉使うときね、あんまりグイッと押さえないでください。ガチガチに固まっちゃいますんで、ふわっとかぶせてふわっと押さえる。そうするといい感じに衣がついて、食べた時もねサクッとしててマジで美味しい。はい、こんな感じでね、ふわっとかぶせる、優しく押さえる。はい、もうこれだけで OK。綺麗にパン粉ついちゃいます。お次はフライパンの底一面に広がるぐらいね、気持ち多めの油を引きます。もううっすらで OK。 ここへ鶏胸肉を並べて入れていきます。まだ火はつけてません。はい、少し間隔を空けて、ひっつかないようにしながらパン粉をつけた鶏胸肉入れてください。大きめのねフライパンがおすすめ。やっぱ鶏胸肉ってね、比較的安くてボリュームあるし、おすすめです。今回のこれね、お弁当なんかにもいいんで、ぜひ作ってみてくださいね。はい、こんな感じでね、広げて入れる。そしたらここでね、加熱します。火力は中火ぐらいで OK。 じっ
くりと温めながら、まずはね、ジュジュジュっと焼けてるような音がしてくるまで、このままもう動かさずに、じっくりと加熱していってください。はい、そしてね、フライパンで焼いてる間にこちら、ウスターソースとケチャップ混ぜ合わせたものね、電子レンジなどで、さっと加熱してね、ほんのり温めておいてください。そうするといい感じにね、馴染んで美味しくなります。30秒から1分ぐらい様子見ながらいっちゃってください。はい、だんだんとね、温まってくるとともに、こうジュージューと焼けてるような、上がっているような音がしてきますんで、まずはぐっと我慢して、このまんまね、この裏側がいい感じにカリッと香ばしくなるまで、動かさずにいっちゃってください。はい、わかりますかね。ちょっとこの鶏胸肉の周りからだんだん色が変わってきて、半分ぐらいね、ちょっと火が通ったような状態が確認できます。そしたら、これ裏表ひっくり返しちゃってください。もうめちゃくちゃいい感じにね、サクッとなってますんで。あ、うまそう。お箸で触っただけでわかる。この衣のところね、カリッとしまくっとる。はい、こんな感じで、この鶏胸肉のね、周りがだんだんと色が変わってきて、いい感じに火が通ってる感じが見えてきたらひっくり返す。まあ、焼き色もね、こんなもんですね。そしたらこの状態で、反対側も同じように焼いて、中まで火を通していきます。ある程度ね、熱くなってきたら火力を落として調節し、様子を見て揚げ焼きにしていってください。はい、こんなもんですね。今回一口サイズに切ってるんで、裏表がね、サクッと香ばしくなったら、もう引き上げていきましょう。だいたい3、4分、裏表をね、こう転がしながら、カリッと香ばしくなるまで揚げ焼きにしたら、火は通ってると思います。あんまりコロッと大きく切りすぎると火が通りにくいんで、食べやすい一口サイズのね、ちょっと厚めの感じがいいと思います。あ、いい感じやね。では全部引き上げちゃいましょう。美味しそう。これぐらいね、香ばしく焼けると最高。はい、野菜なんかと一緒に盛り付けたら完成。そしたらね、こちらさっき温めといたソースを全体的にタラタラーっとね、結構たっぷりかけてください。甘みに仕上げてるんで、めちゃくちゃ食べやすい。はい、美味しそう。はい、一口チキンカツ。もう今回のね、衣の付け方でしたら手も汚れずめちゃくちゃ楽ちん。はい、そして、お弁当なんかに入れたいときは、このソースの中にね、はい、ドボッとつけて、もうしっかりと浸す感じで絡めちゃってください。そうすると、衣がね、このソースの水分を吸って、しっとり馴染んで、めちゃくちゃ美味しい。これはこれでマジ大好きなんでね。この浸して、味をいい感じに馴染ましたやつを熱々ご飯なんかに乗っけて、チキンカツ丼にしてもマジで美味しいんでね。ああ、ええ匂いするわ。やっぱこのソースとケチャップって鉄板ですよね。マジでうまい。よいしょ。はい、こんな感じ。これもいいんでね。ぜひ覚えておいてください。それでは、キュームポーいただきます。うまい。表面の衣もサクッと香ばしく、そしてこの甘いソースがいいで、これ揚げたてをびちゃびちゃに浸してくるとマジでうまい。もうご飯止まらんやつっすよ。いや、ほんとね、今回のパン粉の付け方をね、やっていただけたら、ほとんど手も汚れずに綺麗にパン粉つけれることができます。もちろんね、卵と小麦粉に通してつけていただいてもいいんですが、あれ結構ドロドロになってめんどくさいじゃないですか。ぜひこの方法をね、試してみてください。結構フライ物の時にね、楽になります。本当に少ない油でこのフライパンに冷たい状態のままから入れて、じっくり揚げ焼きにすることで、パサつきやすい鶏胸肉もしっとりジューシーに仕上がって、しかも表面はカリッと香ばしく、マジやばい。うまいわ。ほんとパクパク食べられて、お子様なんかにもね、食べやすい甘いソースなんで、ぜひ作ってみてください。うますぎ。